はるかちゃんへ。今すぐ愛知に飛んでくるべし。今すぐに。バイ、カハタ。愛知？最高よ世界に響け熱い思い、どこまでも果てしなく Always この空に。今回はるかちゃんが訪れたのは愛知県の豊田市。豊田市は車の町として有名で、数多くの自動車関連工場があり、製品の出荷額は日本一を誇っています。その豊田市にある豊田市民文化会館が今回の目的地。一体何が行われるのでしょうか。お、来た。はい、はるかちゃん。はいはいはい、待ってたぜ。どうしたんですか、急に呼び出して。ちょっと忘れたの。えじゃないでしょ。今日はここで西日本初開催となる太鼓祭り in 豊田第1回西日本大会が行われるんでしょ。そうだった。そうだよ、楽しみにしてたんですよ私。だよね。もうワクワクですよ。もうワクワク止まんないよ。待ってたんだから俺。行こう、もう早速。よし行こう。 OK。早速会場の中へ。うわー、広い。すごい、うん、ここで行われるんですか。そう、ここで行われます。なんとですね、ここは約1700人も入る会場なんですね。いやー、この後ここがいっぱいになるわけだから、これは盛り上がるよ。楽しみです ね。あ、リハーサルが行われてるようですね。ですね。これはこの時点からさ、勝負なんじゃないの。もうどういう気持ちでやってるんだろう。やっぱもう細かい置く位置、うん、細かく決めてさ、うん、もう最終確認入念にやってるよね。うん、なんか今から私もワクワクしてきました。そしていよいよ会場。果たしてどんな演奏が聞けるでしょうか。大打棒。結成3年目、伝統芸能和太鼓が持つ3要素、音、視覚、パフォーマンスを妥協することなく追求しています。現在総勢16名で活動中。今回は5名での挑戦です。市民陣中太鼓連盟、一人で100回打つより100人で1回打つというスローガンを掲げながら打ち生やしている太鼓集です。今年で結成35年目ということで、非常にね、歴史のある団体だよ ね。この日もね、鬼神馬という戦場へ向かう曲でね、勝負をかけました。Thank you.
東武太鼓一恵。2007年に結成した創作和太鼓集団。チーム名である一恵とは、和太鼓を通じて全ての出会いを大切にしようという気持ちを込めて名付けたそうですよ。でこの日もね、そのチーム名のごとく出会ったたくさんのお客さんに届いてくれと言わんばかりのね、すごい気合いの入った演奏だったよね。そうですね。和太鼓和楽、次の世代へ伝えることのできる文化を作り出していきたいという強い信念を持ち結成。文化を作りたい、すごいなんか壮大ですよ ね、うん、ね、はい、でやっぱねその気持ちがね本当にこのチームワークが、ね、すごい感じ、うん、あみんなその気持ち一つなんだなって、うん、ほんとね気合い入ってました。太鼓川柳とは、日本太鼓協会発行の太鼓タイムズに掲載されているこちらのページです。これは太鼓に関するあるお題を一般の方々に募集して大賞を決めてしまおうという企画です。大賞の作品には豪華賞品プレゼントの特典付きですよ。さて今回はこんなテーマでいきたいと思います。どうぞ。今回のテーマは太鼓と夢。今日もたくさんの作品が寄せられました。どんな作品なのか早速見てみましょう。天高く叩く太鼓へ夢を詰め、大阪府50代春安さんの作品。続いてはこちら。夢の中叩く太鼓は母の腹。富山県50代ウルトラミツさんの作品。最後はこの作品。飯時を忘れて太鼓無我夢中。千葉県40代翔太さんの作品。皆さん素晴らしい作品ありがとうございました。番組では太鼓にまつわる川柳を大募集。ご覧の宛先までふるってご応募ください。今回募集するテーマはご覧の通り。川柳を作って商品をゲットしましょう。今後のイベント情報。まずは10月8日に太鼓祭り in 北本が埼玉県の北本市体育センターにて行われます。北本あずま太鼓、和太鼓浜などが出演。お昼12時からの開催です。そして16日には和太鼓スーパーライブ in スワンドが行われます。今回は響き東園、和太鼓総、そして龍子太鼓が出演します。会場は午後5時半から。迫力満点の演奏をぜひ肌で体感しましょう。30日には太鼓フェスティバル第6回スワンド発表会が埼玉県の市民会館大宮にて行われます。スワンドの生徒さんたちが日頃の成果を存分に発揮します。
ぜひお越しください。会場は昼12時半です。一打入魂を刮目せよ。太鼓祭り in 熊谷ドーム2011日本一決定戦がいよいよ開幕します。今回は組太鼓に8団体、大太鼓一人打ちに8人がエントリー。その他ご覧の団体が出演予定。開催日は12月18日日曜午前11時開演。場所は彩の国熊谷ドーム。ナンバーワンを決めるのはあなただ。太鼓のイベント盛りだくさん。この機会にぜひ足を運んでみてください。さて次回の太鼓チャンネルは引き続き太鼓祭り in 豊田第1回西日本大会の模様をお送りします。西日本ナンバーワンを決めるこの大会、とっても楽しみですね。ねえ、それでは太鼓チャンネル、また来週。そして番組では太鼓に関わる皆さんからのビデオレターを大募集。ご覧の宛先までご応募ください。